今日アンケートで暑い日に食べたいものは何ですかっていうのをお伺いしていて、はい、かき氷、アイスクリーム、ジェラートっていう似てるんです、似てるんですけど、ものすごい狭くないですか？そうそうなんです、もうギュッとギュッギュッと寄せて3択、ジェラートの日っていうのがあって、そうなんです。なので皆さんにね、この種類をちょっと分けて聞いてみようと。質問、はい、ジェラートって何ですか？ジェラートは何でしたっけ、ちょっと滑らかなんですよね。ソフトクリームとかよりももう少し柔らかくて、なんて言ったらいいんだろうな、でもちょっとソルベっぽい感じ。あ、それも間違えたな、これは間違えている。ソルベって何ですか、ですかちょっとね、説明が難しいですけど、ソフトクリームほど柔らかくなくって、ちょっと舌触りザラッとしてるんだけど、アイスミルクと氷菓の間ぐらいです。氷菓をもっと細かく砕いて、プラスちょっとアイスを足した感じ。どうですか？だったら食べたことないんで、ジェラート、ジェラートぜひ見かけた際には召し上がってみていただいて。わかりました、見かければですよね見かければ、見かけてお店入れそうな感じだったら、ぜひいや絶対無理っす、絶対無理っす、そんなできます、大丈夫です、できますいや、なんかあるじゃないですか、アイスクリームコーナー、こうやってこうすくってもらって、コーンに乗せてもらって、どうぞって無理無理無理っす、レベルが高かったです、レベル高い遅れていた季節の進みを取り戻す強い関係になりそうですねそうですねきょうはね、この言葉を山口さんにね、もらったんですよこのフレーズ、ワンフレーズを、ね、ボソッと言っただけなんですけど、ね、ちょっと笑っちゃいましたごめん、私ももらった最後の最後で忘れてた、あ、忘れてましたそう、絶対今日これは、ね、言いたいなと思ってたんですけどね、遅れていた季節の進みを取り戻す強い感じの流れというか、取らないでください。いや、ちょっともう私言っちゃったんで、先に私が言ったんでそれは私がどっかでこの後も使う、あ、それこの後言ってたら、あ、これゆかりのパクリだってなっちゃいます先言っとけば16時40分の習慣で言っとけばでもね、これまた言うタイミングがあるかもしれないです。そうですよね、はい、でもずっと2番煎じですもんね。あ、そうですね、先にすいません、いただいちゃいました雨がどんどん強くなっていきそうです。先ほど新たに八丈町青ヶ島村に大雨警報が発表されました。安全なところで過ごしていただきたいですね。そうですね、はい、最新の天気でした。山口さんじゃないですね、ごめんなさい初めてこんなお茶会し、宇野沢さん、ありがとうございました。宇野沢さん、昨日はね、はい、半袖だったんですよ、うん、あ、そうですね、半袖。今日もしかして長袖着てます？わけねえだろあれ、おかしいおかしいぞ、はい、そしたら宇野沢さん、あそこに半袖が入るはずなんですよ。なんでまた人のせいにしようとしてるでしょ。5回目だよ、そうしたら。してないですよこんな最終回あります？こんなと言ってもさ、でもリーグ戦なんでね、というと、まあ、最終節は最終節なんですけども、はい、1試合1試合が大切なんですよ。最後だからなんとかっていう話じゃないんですよ。トータルでどうだったかっていうと、でも優秀の美って言葉があるじゃないですか。まあ、最後の 試合なんで、そうです、まあ、そうなんですけど、はい、まあ、あとね、あれだよね、動画にちょっとクレーム入れてましたけど入れてないです。あって初回数が多いんだもん、しょうがないじゃん
いやいやいや、印象をこれは操作されてる。印象操作した。なんだかんだ多分ちゃんと統計取った五分五分ぐらいだと思うんですよね。いや違うと思うけどな。え、本当ですか。え、練習するときってさ、はい、最高で5ぐらいかな。5か6か結構練習してた時期はありました、うんね、でいずれにしても1桁なんですよ。そんなことないかもしれない。連敗するときって2桁まで行くんですよね。まあまあそうですね、はい、多分今日長袖着てますよね。着てないです。人のせいにしないの。半袖です。はい、はい。